に僕が、落ち込んでしまったんですね。仕事もできなくなって、精神科にも通いました。まあ俗に言ううつ病になっちゃいました。もう人生って面白いですね。精神科で働いて専門職なのに病院にね通院してるって。まあ半年くんぐらい仕事はできなかったんですけども、その時毎日思ってたのは生きていたくないって気持ち。こういうのってなったことがないと分かんないかもしれないですけども、本当にこう生きてるのが辛いっていう状況だったんですね。でその時にまあ半年間ぐらい経った後に、まあなんとかやっぱり仕事だけは行かなきゃいけないってことで、まあその時は薬は飲んでたんですけれども、仕事を行って、そこから1週間ぐらい経った時ですね、まあ患者さんからですけれども、山口さん大丈夫ですかみたいな話、ね、これは何かっていうと、ああいう精神をね病んだ方っていうのはすごく相手の変化に気づくんですよね。なんでかというと自分が辛い気持ちをなったことがあるから。山口さん大丈夫ですかって聞いた時、ね、質問された時に、まあ大丈夫ですよとはもちろん言うんですけれども、はっと気づいたことがあって、あ、こういう精神に病気とか疾患を持った方って本当になんて優しい人たちが揃ってるんだって。僕は仕事自体はものすごく大好きな仕事につけたタイプなんで幸せを感じたんですけれども、ただ当時っていうのは精神疾患を持ってると社会から危ないと見られたり、ね、危険と見られたり、なんだこいつって思われるとか、ね、そういう、習慣今もあるかもしれないよね。そんな中自分が思ったのは、こんなに素晴らしい人たちが世の中から蔑まれてるっていうのが、これはなんとかしたい。まあある意味僕はそれがきっかけでなんか回復してった。もっと言うと命を救われた経験だったんですよね。だから僕はその命を救ってくれた方々に、もっと言うと、ね、精神疾患、障害を持っている人たちに人生をかけて恩返しをしていきたい。そうやって決めたのが25歳の時だったんですよ。僕の人生は残りの人生何歳まで生きるか分かんないですけれども、その人たちに全てをかけてこうって思って、それで何かしなきゃいけないと思った時にやろうと思ったのが、障害を持った人に住まいを提供しようって。大体結構 1.5 倍とか2倍の家賃で住んでるっていうのは僕も支援して知ってたんで、自分が大家さんの立場になって働く場所を作ろうとか、住む場所を作ろう、で、いろんな場所を作ろうと思って諦めきれなかったですね。いろんな方が批判するとか、そんなことじゃ諦めきれなかったです僕の夢は。なんでかっていうと、僕の生きる意味っていうのが、ね、その障害を持った人たちを、ね、救う、何か貢献するっていうことだったんで、自分の夢っていうのはそのラットレース抜けるっていうのはここなんですよ。自分のこの夢に対して途中で起きるこんなのは自分を成長させる事柄にでしか過ぎない。だから僕はそこから、ね、うまくいかないことをわざわざ経験してやろう、わざわざ経験して、どん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 自分が成長することによって、ね、ここに掴むんだったら早くいろんなことを失敗した方がいい、いろんな傷をついてた方がいいって思ってやってきました。その結果ですね、ありがたいことに、ね、いろんなメディアからも取り上げられるようになりました。皆さんも、ね、ご存知だと思いますけど、家主と地主っていう雑誌だとか、ね、小さい住宅新聞とか皆さんご存知だと思いますけど、ね、いろんな障害を持った人に住まいを提供してるんで、僕は夢を叶えさせてこれでもらいました。本当に感謝ですね。もちろん今でもまだまだ住まいが足りない人も多いですよ。だから僕が不動産を買い続ける理由もやっぱり障害を持った人に住まいを提供したいっていう、今も夢を追い求める段階。ここにいらっしゃる皆さんの夢も叶えたい。たくさんの夢を持った方がいます。そういう夢を応援するのが僕の生きがいとなりました。
ぜひですね、一緒に皆さん夢をね、夢を持ち続けて、叶えていきましょう、ね、最後に残す言葉、夢は逃げない、逃げるのは自分、一緒に夢を叶えましょう。ありがとうございました。